散歩始まりました。今回の門散歩はですね、新潟県新潟市の南区やってきております。南区はなんかタコね、でっかいタコが上がるということで、話を聞いて、それが有名だよということでですね、お祭りの季節なんでね、奇跡的に出会えないかなということで行きましょう。レッツゴー。すごいガチャガチャいろんなの見てきたけどさ、この町ガチャ新潟市の南区の、ガチャガチャということで、これ白根ポークが白根大畑合戦とかアグリパークとかさ、これもう南区のもう散歩これでもう完結よ。はい、こちらでした。大凧と歴史の館で奥にでっかいタコが見えます。あれを、こんな風にね、あげるということで、タコ見て走れって言って、みんなでこうやって持つんですね。でなんかね、デザインみたいな、のこっちに飾られてあってですね、こういうふうに書かれてありますね。実際タコだってこうやってちっちゃい。これね、大凧と歴史の館の駐車場なんですけど、デカデカとこれ実際のタコの大きさなんじゃないかなと。見てください、このちっぽけな感じ、でかっ。多分僕50人分ぐらいですよ。まだカルチャーセンターっていうところなんですけどね、賑わってますね、地域の。こっちはメインアリーナで、バレーとかバスケとかの体育館です。で、こっちがロビーと併設してる、いつも展示コーナーらしいんですけど、今はこうやって卓球をやってます。楽しそうですね。はい、ということで南区散歩させていただきました。この、ね、地域の人たちが遊ぶスポーツしに行くカルチャーセンターだったり、タコはもう本当に予想以上にでかかったです。巨大で、あんなのもう本当に上がるのかっていうぐらいですね。ということで、ありがとうございました。